どうも。どうも。なんか、はい、あれですね。なんすか。いつにも増して部屋が汚いですね。そうですね。これ本来は、はい、僕の予定では、まあね、こう綺麗なカウンターでお客様が座っていて、はいはいはい、ね、あのおしゃれなコーヒーでも飲みながら、はい、こうやるっていうのが一応コンセプトだったんです。はいはいはい、だがしかし。何ですかこの付箋の山と書類、ね、あんだけ綺麗に片付けをしたにもかかわらず、いや、やっぱりガチャガチャした感じ、まあ、いろんなものが溜まっておりますが、いやでもね、全て理由があります。何ですか。それだけお仕事があるということでいかがでしょうか。いやおしょうもない動画撮るばっかり忙しくてあれやろ、手動きなんでて。そうなんやって、マジで、うん、ほんまに、うん、いやほんでやっぱな、その2月3月に入ってくると、はい、一つ気づくことがあるんです。はい、何ですか。ちょっとオーバーワーク、えオーバー量。先生いいですか。はい、はい、どうぞ。あんたが整備しているとこを見たことがありません。そうですね。だって相田さんがだいたい来るような時間とか、はい、昼間の時間に僕が整備できる時間なんかないっす。あれか、寝よる間に小人さんが勝手にやってくれる感じ。そう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 、もしくはだって僕が、いよいよやじる時って、うん、だいたいほらこの間のマグゾーストみたいな、はいはい、ああいう何、はい、難問系の時か、はい、まあ、伝送品とか、あとは何エンジンばらしてなんかゴゾゴゾショールみたいなの重整備系か、もしくはあの何車検点検とかでも、あのやらかしたやつ、やらかしたやつというかさっき来とったベンツさんとか、あの外車系のロータスのやつとか、ちょっとややこいやつの時はやるけど、もうそのそれを逆に受ける時間もないけんな、ほんまに。そうなんやって。なんでなんですか。なんでですか。なんでやろうな、なんでやろうな、俺もちょっとよくわからん、ほんまに。はい、現場で動く人がいない。そうなん、はい、それはあの前々からそんな話にはなるんですが、いや本来だったらですよ、はい、本来だったらですよ、例えばですよ、まあオイル交換一つ取ってもそう、はい、ね、はい、タイヤ交換一つ取ってもそう、はい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 、ね、そこを誰かにお願いすることができれば、うん、それはその分だけ僕の時間が空くわけですよ。そうです。ですよね、はい、ですよね。だって正常な考えです。ですよね、はい、これ王道な考え方やな。王道ですね。王道やな、はい、だけど多分それができてないがゆえに、はい、多分もうこんなことに多分納得やったもん。そうですね。そうなんですよ、ほんまに。だから2月3月なんかあの問い合わせのもうなんかごめんな、みんなあの LINE の返事とかが深夜になったりとかしてほんまに申し訳ないと思いよるけど、深夜に LINE 送るの迷惑やん。いやだってもうでも今返しとかんかったら多分忘れるもんと思って、もうだって1日何件入って今日ほんまに。だってまだもうほら残ったのが何人分あるんよって話やで、ほんまに。そうなんですか。そうやで、1日大体10件10人ぐらいの人たちとやり取りしょるもん。それであれですか、はい、俺の NSX 号がもうすぐ車検なのに一向に持ってこいと言わんのはそういうことですか、うん、NSX は車検切れたってなんとかなるやん。いや乗らんやろ別に。まあ乗らんけど。そうやろ、そうなんですよっていうのがあったりとかして、はいはいはい、まあまあそんな感じでやらせていただいておりますので、はい、まあ確かに、まあ、毎年この時期になるたんびにやっぱ思うね、うん、この時期じゃない時も言うやん。いやでもほんまありがたいことに、だって思わん相田さんが見よってもなんかあの、うん、このボリュームというか、はい、あの来客の増加量、来客多いな、来客増えたな、増えたよな、しかもなんか大抵の時、うん、いつもは塩対応して揉めよったんが、うん、こういつも YouTube 見てますって優率増えたな、優率増えたで、いつも YouTube 見てますから入ってきてくれたら、はい、あの俺もこうほら最初のあれが砕けんけ、そうかそうかってなるけ、そうかそうかってなるけ、あのちゃんとさっきのほらベンツおじさんとかもちゃんとお話できたやろ、はいはいはい、そうだな、そうそうそう、それが長いんじゃない。それはごめんやけど、だってあのほら何お話しするとええやだけ、逆にあれ話するばっかりで手が動けらんねんって、まあ、それはある、まあ、でも本来やったらもうあの喋るだけで一日終われるんやったらもうそれでもええぐらいやもん、ほらな、
漫才師じゃないんだよ確かにね、漫才師じゃないんでそこでお金稼いじゃしょうがないんですよ確かにそれはそうなんですが、あ、そうなんだっけ、はい、この場を借りて言っとくけど、はい、ね、本当にすごくいろんな人が来客してくれるんです、うん、そうですね、なので、うん、あの一回来たとかなんか物買ったとかだけの人で、例えばあのアポなしというかあれでフラッと来られたりとかすると、ね、僕全く気づかないので、もう本当申し訳ないんですけど、あのその時あのあれこの間来た時は割となんかちゃんと話してくれたのに今日はなんかさっぱりしてるなってなった時、そこのあなた、はいはい、気づいてるようで僕あの誰か分かってないんで、その時はあの時の私ですって言ってください。あ、分かる、俺もその気持ちは分かる。ない、そういうこと。人の顔基本覚えれんけん。覚えれん。で最近マスクしとったらもう一つ覚えれんけん。マスクなんかしとったら全然分かるもん。そう、あーどうもーとかって言われても、うん、あーって言いながら、うん、誰やろこいつってこの人誰やろなるよ、なるよな、ほんまに、いやほんまに、うん、そうなんよ。なんであのその時は、はい、あのあこいつ気づいてないなとか、うん、あこいつなんかそっけないなって思ったら、あの時の私ですって言ってくれたら、あーってなるんで、で多分あの時なんですよ、あーって言いながら、って言う。でもそれでもリアクションは違うけほんまに、あのなんであの積極的にすいませんけど、あの皆さんおっしゃってください、本当お願いいたします。はい、そんなに忙しいんだったら人でも雇ったらどうですか。そうやな、確かに。まあでもね、あれ一応求人はかけとんで。あ、そうなん。そうや、一応エンゲージさんとかに求人は出しとんですよ、はいはいはい、ちゃんとあの詐欺求人を。詐欺求人、やっぱり詐欺求人ですよ、主に。詐欺求人ちゃんとね出してるんですよ僕は。エンゲージ、エンゲージで確かね出してます。あれもエンゲージに出そうかな。あ、いいですよ。詐欺求人、詐欺ではないけどな、詐欺ではないけど、一応エンゲージさんのところに、はい、あのこれこうやってうんまや出しとんよ、うん、これこうやってちゃんと出しとんすよ。でしかもなんかそれっぽいやつちゃんと作ったんで、一応うんまや。何これ、これ全然車関係ないやん。え、猫の写真あのちょっとフレンドリーなところから行ったらいいかなって。で一応まあエンジニアの募集とかしないけど、はい、まあなかなかでもな公平によ、はい、そんなすぐには、まあね、でしかもだって、はい、俺がやその求職者側やったとして、うん、こんな怪しいとこには来ん。そらそうよ、YouTube 見たらなおさら来んよ。来んよな、うん、俺もそう思った。最近気がついたよそれに、うん、これ逆効果や求人においては逆効果かもしれんな、うん、こんなやつと働けねえってなるよいや俺もそうだと思います。そうやろ。そうなげん、やっぱね、あの、うん、なんとかしてこう、まあ、どうにかもうでも求人はそろそろマジでちょっとせんと。そうやな、もう YouTuber に 100% 振って生きていくか。それはちょっとレベル高いんじゃないかな。え、やっぱりいけるやろ。いや今のはね、小学生の憧れの職業やろ。いや俺この間うちからな、ちょっとテスト的に、例えば今日のベンツもそうなんやけど、うん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 、下回り動画と試乗動画を一人で撮ってみた。あ、一人で撮ってみたい。厳しいんじゃないですか。だからやっぱ練習というかあれもあるんやろうけど、はい、なかなか厳しいね。ゴミさんみたいにバチバチトーク出てきた。ムム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 ム。一人で喋っとってやばいんじゃん。そう、一人で喋るんはやっぱな、まあだけあのまあまあ許容値を超えとったらまあアップロードされると思うけど、まあみんな見てくれたらと思うけど、やっぱ一人で喋るって大変なんやほんまに。大変やし、あんだけスラスラ楽しくトークをするっていうのは相当訓練せんと無理やん。いやもうだけ、まあそういうちょっと訓練も合わせてやっていこうと思いながら、はい、まあでもやっぱそろそろ人がいるなっていう気はしますので、まあ、何かね妙案を。そうですか。ああのあの子おるやん、えルンちゃん。おお、ルンちゃん紹介してもらってやん。あそこあれやろ、この間うちからあのウェブキャバクラじゃないけど、あのなんていうあのお話してますよ結構。はい、よなよな。よな、だけどあんまり、あ、でもあの、あんまりこのチャンネルで言っちゃダメなんだ、うん。ダメなんですか。そこをおよよってなって、またあのうちの嫁さんにわざわざ言いにくいやつがおる。おお。な、そんな正義マンがおるの。そうなんやって。そんな迷惑やな。迷惑やで、正義の押し売りやな。正義の押し売りやで、ほんまに。でそんなことされると、俺はちゃんとあこの子のためにいろいろとなんか答えてあげようと思う。もう、もう横島な気持ちは全。いやちょっとカメラの手俺も防ぎきれないいやいやいや横島な気持ちはザッてやってるのにもかかわらず、はい、まあ、やっぱ画面だけ見てしまったらそう見えるので。そうですか、そうですか。横島な気持ちがあるように。わかりました、わかりました。いいやん、紹介してもらう。人材派遣やろ、そこ。
え、人材紹介業だっけ、紹介派遣はちょっと俺もあの忘れましたけど、うん、まあそうですね。でもあれでしょ多分これとかこれとか、うん、これいるでしょうよ。いやこれとかもかかるやろうし、うん、そもそもじゃあ俺に紹介してくれるのかっていう話がね。確かに。だってね、もうだって今までな、うん、数々の人間の心を、うんうん、へし折ってきたやつやからなそれは無理やなってなるやん、うん、まあでも確かにそうやな。やっぱあれじゃない、もしかしたらそこで精査していただいてこいつなら耐えれるかもしれないっていう人を紹介してもらう方がいいかもしれないね。そんな人がおるかどうか分からない。これ以上メンタル折れる人がおったらかわいそうな一人でやってもらっていいですか。いやほんまにね、それも一つやけど、うん、まあじゃあそうやな。じゃあちょっとあれやな、いいやん。だってルンちゃんコラボやろ、コラボコラボ、うん、果たして大林モーターズに求人が来るのだろうか、コラボやで。これはハードル高いよ。そんなコラボは高いよ。これが実現したら、うん、うちもうちもって多分、それだってうちに来るんやったら大体行くで、行ける行ける。だってもっとまとめやもん。そうだって、うん、うちに来るんやったらよっぽど、うん、そうよ。それはそれは変なやつし、これね、そうよ。だから普通の一般の整備工場さんやったら誰でも働けるよ。えらい、いける、うん、じゃああれや、もう踏み絵よ。もうここをこう踏み絵というか一番高いハードルやけ、うん、これこの俺というハードルを超えるそのなんていう人が来るようなことがあればよ、はいはいはい、そりゃもうええここ持ってるよってなるよ。これもうほんの整備士チャンネルさんにあれやな、はい、うん、お願いするしかないな。それがもう成功した暁にはもうあれやな、整備士チャンネルさんに頭は分からんで。そうだね、だってもう毎日ひたすら YouTube で喋り続けれること、もうそろそろあのチャンネル登録者でももう頭が荒がるレベルになってきおるけ。そう、もう向こう3万人超えましたんで。マジで。そうです、めっちゃ上げよう。やばいやん。だけどもうそろそろ俺はもうこう、はい、こうどうしても分かれるタイプ、ね、もうあのすぐ巻かれるけん、はい、ちょっと自分よりも体調少しでも長くなったらすぐ巻かれるけん。ほんまにそうですか、はい、じゃあまあ、じゃあまだあれやな、え、僕の方がちょっと体調が長いうちにお願いしておきましょう、うん、はい、まだね。そしたらあのまだちょっとそこで あれが取れるんで、西谷地区がそれかもうちょっとでも向こうの方が長くなってしまったらもうあのあれなんで。ああ、そういうのやっぱ気にするタイプ。もうあのバチバチ気にします。もうドキドキするんですぐ、はい。じゃああれやな、はい、戦闘能力はチャンネル登録しやすい、そうということなんで、はいはい、まだ今あのちょびっと買ってるうちに、はい、まだね、あのじゃあ依頼の方はじゃあ、はい、まあ、受けてくれるかどうか分からんけど、じゃあしてみましょうかね。ハードル高いで断られるんじゃんいや俺が向こうやったら断る。俺が向こうやったら断る、ほんまになるそうやな。あ、でもあれですよ、その時はちゃんとあの相田さんも責任持ってちゃんとあのいろいろ一緒に聞いてくださいよ。ええ俺関係ないやん。いや分からんよ、何かこう素晴らしいヒントが得られるかもしれん。そうなん、いや分からんけど俺分からんな、はい、まあその時はじゃあ一緒に絡んでください、はい、まあ、ということでじゃあ、まあ、はい、今日は何の話したのか忘れましたけど、じゃあ早速連絡はしてみようと思いますのでルンちゃんに電話して、まあ、本当にどうなるのかっていうのはね、じゃあちょっと確認、また、はい、もしコラボが実現するようなことがあれば、うん、コラボっていうか真面目に実現するようなことがあればまたお知らせしますので、はい、はい、分かりました、まあ、そんなお話でございました。はい、はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。社員さん大募集中ですドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。